待ってね、もうちょっと。来た。あっ。やっほー。聞こえる？久しぶりだね。久しぶり。聞こえる？聞こえるよ。よかったよかった、できて。さっきできなかったよね。ね。ずっと暗かった。イエーイ。やったやった。できましたえ、な、これは何時まであれなの？これは、うん、8時半まで。8時半？うん、半になったら切る。了解。やばい、久しぶりにコラボ。そうだよ、久しぶり。なんか、前は やってたよね、いつか。前はやってた。前は、なんか悪くなったみたいじゃん。言い方がね、悪かった。誤解を生むような。今、そっか、今イベントやってるのか。え、そうだよ、イベント中。大変だ。ずっと配信してる。え、1日？ほぼ。うん、3時間だけ。え、これさ、うちなんか、うん、投票中にしたら星がなんとかみたいに聞いたんだよね。どういうこと？なんか、何それ？うん。投票中モードにしたら、うん、投票中モードにして星は相手の方に投げてもらうといいよって言われたのちもさ、投票？これどういうこと？なんかたうん、強化に星が行くってこと？あ、そういうことなの？全然理解してないんだけど、え、星を投げたらいいの？そうん、星投げてくれたら嬉しい。あ、じゃあ、星投げてください。もう口頭で言っちゃう。星投げてください、強化に。お願いします。お願いします。これでいいのかな、ちょっとわかんないけど。そう、私に投げるんじゃなくて山田さんに投げてください。よそよそ。強化に投げてください。山田さんに投げてください。だからアンケートモードにしたらいいのって。で、アンケートモードって何？ちなみに。あ、投票でしょ。これにしたらいいんだ。今投票中モードにした。うん、ありがとということで、強化に投げてください。山田さん、山田さんに、山田さん、山田さんだらけになっちゃう、コメントが。やばい、山田さん、山田さんにお願いします。お願いします。8時半までコラボ、うん、なんかコラボしようっていう連絡をくれたんですよ、ね、でもそ、本当はその何ちょっとね、うん、いつできるかちょっと分かんなかったの。なんか、うん、はい、できるとか、やば、どうしよう、なんか分かんねえみたいな思ってたら、うん、今日できたんです。でもめっちゃさ、ゲリラっていうのは結構急に決まったよね。うん、めちゃくちゃ急。さっきの配信終わりで決まった。そう。さっきの10分ぐらいでしようとしてたよね、しかも。めちゃくちゃ無謀なやつ。うん。できなかったから、うん。8時からにしました。しました。そう。なこ、ふっかるって。で、そう、ふっかる人間だから。ふっかる人間だから。うちふっかる人間だから。二人、なぜ、ん？え？あ、ん？あ、仕事できるひなこだなーだって。ちょっと嬉しくて草。仕事できるひなこ。ちょっと嬉しくて草。最近は、うん、でも最近なんかあれだったよね。エイトのさ、エイトの日のレッスンぐらいから会ってないもん、私。確かに。全然会ってないわ。全然会ってないんですよ。それ、うん。レッスンぐらいからずっと会ってなくて。うん。だから久しぶりになんか会ってる感じ。なんか出会った感。出会った感。出会った感。なんか出会った感あるよね、私たち。あるね。出会った感。やばい。そう、私たち久しぶりに
そう、久しぶりに出会いました。あ、そっかりやね、写真さ撮らない、なんかなんだよね、撮ろうってなんだろうね。わいわい、どんどん不仲みたいなんだ。違う違う違う、なんかもうなんだろうな、なんかさ、え、ちょっと写真撮ろうとかっていう会話になんなくない？確かになんない。なんか本当にどっか遊びに行った時とかじゃないと、うん、撮らないんですよね、撮らない私たちって。いや本当に、いつもどんな話するの？だって、何話してるの？変な話してるよね。もう覚えてないんだけど、なんかね、うん、多分ずっとしょうもないこと言ってる。え、本当にしょうもない。絶対なんかもう需要ないと思う、これ聞いても。本当にしょうもないから。これからもしばらく会えないの？だって、そうだね、会えなさそうだね、今のところ。今のところ会えないね。そう、私もね受験生なんですよ。え、そうじゃん。え、そう、つらい、つらい、うん、待って、アニメの話しなくないもん。してたっけアニメの話？なんか前はしてたけど、今だって、今アニメハマってる？今なんか今でも最近は見てない、あんまり。え、だよね、うち見てないもん、うん、なんか呪術回戦とか見てないよね。見てない。あ、でもそれは全部見たよ。え、見たの？見た。映画も？え、映画？映画あったっけ？まだじゃん。まだ映画やってないか。映画まだだよ、まだ先。まだか。うん、わかんないだよ。え、なんか呪術回戦は、うん、2話、3話ぐらいまで見たの。うん、けど自分ハマらなくてハマらなくてやめちゃった。ハマらなかったか。え、聞いて、今日さ、うん、あ、ちょっと前になんかテストが返ってきたの、学校、うんうん、で今日そのなんか結果報告みたいなさ配信してたの、うん、でちょっと自慢していい？いいよ。え、自慢していい？いいよいいよ。100点だった教科が2個あったの。え、マジで？すごい。その2個は、うん、まあ、国語はまあすごいってなるじゃん、すごい、うん、でもう1教科は家庭科なんだよ、ね、うん、家庭科。家庭科？家庭科で100点取ったの？うん、なんかさ、うん、数学100点とかあったらめっちゃ嬉しいけど、家庭科100点って、うん、いいじゃん。え、でもすごいよね、私って。え、勉強したんだよ、めちゃくちゃ。うん、すごい。だから東大行けるんじゃないって言われた。え、ほんとだ。目指しなよ。目指し、え、ずっと前から目指してるんだけど。目指しなよとか言われても、ごめんごめん、ま、ごめんごめん、ごめん、中学2年生の頃からちょっと目指してたんだけど、ごめんごめん、なんか目指しなよとか言われても、ずっと目指してるからわかんないんだけど。受かる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 。え、それで受からなかったら知らないからね。怖い。怖怖怖怖。いや、今のはやばいです。今のはやばい。ドラゴンひなこ、ドラゴン桜。ドラゴン桜めっちゃいるんだよ。ドラゴン桜見たから東大に行きたくなったんでしょとか言われるんですけど、うん、結構割とマジで中学2年生の時から行きたいって思ってるので、うん、はい、前から行きたいです。ドラゴン桜より先。そうです、そうです。第一人者、第一責任者。責任者わかんない、ね、責任者やったんか。そっか、ちょっと日本語って難しいよね。本当にいいじゃん、やばい。第一発見者。発見者。発見者。え、ちょっとわかんないんだけど。まあそんな感じですね。そうね、発見者だから、うん、え、東大オープンキャンパス行きたい。うん、行けばいいじゃん。え、来る？いや、
いいわ。え、なんで行かないもん。いや、絶対面白いよ。マジで。知らんけどね。ちょっとみんなからバカにされてて草私。え、されてる？されてないよ。みんな行けるよみたいな。本当に？うん、あの行くのは簡単って、入るのは難しいけどって言ってる。いや、正論じゃん、めちゃくちゃ。いや、そうだね。なんか東大の学校の前でこうやって写真撮ってみたい。行ってないよ。別に行ってないけど。こうやって行ってないよ。やば。入学してないけど、うん、なんかもうあたかも入学しているかのような写真を撮る。スーツ着て。うん、そう。合格しました。最悪じゃん。めちゃくちゃ嘘ついてる。やばい。うん、やってみたいね。しないよ、じゃあ来年の春。うん、頑張る。楽しみだわ。うん。え、てか今日かって何時までさ、ショールームできる人？24時まで。え？なんで？え、じゃあうちも24時？違うよ。え、なんで？だって年1個しか変わんないじゃん。だから高校生だからだよ、ひなこまだ。あ、そういうことか。え、じゃあ高校卒業したらうち24時？そうだよ。やばマジ？そうだよ。え、なんかさ、うん、やっぱさ、学生だとさ、時間が限られてるからさ、うん、なんかあれなんだよ。毎日アイドルとか続かないんだよ。確かにね。平日のお昼とかできないもんね。え、けど、24時？ 24 時。嬉しい来年の4月ぐらいかな。うん、ぐらいから。にはもう24時になってるらしいよ、みんな。知らなかったの。え、ずっとね、疑問に思ってた。なんで京香とかさ、ミッサーさ、結構までやっててさ、うん、なんでうち1個しか買わないのに、22時までなのってずっと思ってたの。1個変わるからだよ。1個しか変わんないじゃんって思ってたの。なんで私だけ22時なのって。やばい。とか思ってたんだよ。面白い。いいね。いいね。いいね。うん。そのキャラいいね。どういうことですか？いいね。え、なあ、じゃあ楽しみにしとこう。12時、11時半とかからでもできるってことでしょ？できるよ。できるわ。みんな知ってるよって言われてる。ひなこ以外みんな知ってる。え、そうなの？え、絶対知らない子いるよ。え、絶対知ってるって。ひゆかちゃんとか知らないよ、絶対。知ってるでしょ。うっそ。うちだけ？え、ずっと疑問に思ってたの。でも解決してよかった。なんか。よかったね。なんかさ、聞くのも恥ずかしい。今、ここで聞いちゃった。よかったよかった。うん。知れてよかった。京香ちゃんにもバカにされてるってコメントしちゃった。ん？京香ちゃんにもバカにされてるって。してないしてないしてない。京香ちゃんにもってなんなの？京香ちゃんにも。気づいちゃった気づいちゃった。京香ちゃんにもってなんなの？気づいちゃった。気づいちゃったじゃん。あ、そっか。のんのんもか。のんのんとかもだ。あ、そうだよ。22時。くとめものんのんも。だね。そういえば、うん、差が縮まってる。え、4位との。え、すごいじゃん。ありがとうございます。ひなこのファンの皆さんも。もっともっと。めっちゃ煽る。え、星ないといいんだもんね。そう。だって皆さん、ここじゃなくて、あの向こうの、山田さんのとこ、山田さんのとこに来て、あの、なんか星があると思うんですけど、なんかどっちが右下か左下か左上かなんかわかんないけど、なんか星があると思うので、それこれをこうやってな連続タッチしたらいいんだよね。正解。目下手くそ。ああ、面白いな。え、すごい。え、これってさ、1位になったらいいの？うん、そう、1位になったら、なんか最終オーディションに行ける。え？こ、じゃあこれが最後のオーディションじゃないんだ。そう。この次が。あ、これさ、まさかあれ？
STU さんとかいる感じ、うん、あ、いるいる、あの各グループの1位、あ、1位で戦うんだ。そう、あ、じゃあまず1位に なったらいいんだね。1位にならなきゃダメなんだね。そうで、2位と3位も雑誌には乗れるけど、そのオーディションにはいけない、うん、最後の、あ、レギュラーモデルの、あ、じゃあ2位と3位でもまあ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 、まあ、乗れるっちゃ乗れるみたいな。え、じゃあめっちゃ良くない？今だって5位でしょ。そう、今5位、もう4、もうちょっと4位でしょ。そう、え、すごいじゃん、いつの間にか。ありがとう、そんな方、皆さんもっとイケイケしてください。もっと、あ、待って、4位になった。え、なった？うん、やったー。今なった、なった、ありがとうございます。今日が来たいな、しい、すごい。え、やったじゃん、ひなこパワーだ、ひなこパワー、パワー、やっぱ東大東大生パワー出てる。東大パワー出てる。いや、東大、え、すごい、すごい、すごい、東大、ありがとう。え、やったじゃん、なんかせめてさ3位以内になればいいってことだよね、うん、そう、せめて頑張れ、ありがとう、ひなこ、え、すごい、いや、これはすごいね。次は3位を目指して。え、結構3位との差はある？3位は今14万8816、うん、でもなんかあんまりない方、あんまりない方、3位と2位とかの方がある。あ、じゃあ本当だ、来てるわ、3位との差も少ないのでもう少しなのですって来てるわ、コメント。マジで？うん、少ないんだ。じゃあ、え、いけるんじゃ、うん、マジで頑張ろう、やった、偉いね、ちゃんとなんかかっこいいよ。思ってないでしょ。びっくりする、思ってない。思ってるよ、かっこいいよ、かっこいい。嘘つけ。え、すごい、え、それこれさ、うん、もし2位とかになったらさ、うん、絶対乗れるの、それともまたなんかそっからあるの、他のグループの2、3たち絶対乗れる。あ、本当？そう、でも1回だけなの、レギュラーモデルはなれないけど絶対乗れる。レギュラーモデルって何？あ、ずっと乗るってこと？1年間そう。え、すごい、は、すごっ、次。すごいね、それは。でもすごい戦いになりそうね。うん、なんか厳しい。でもだから頑張ってほしいね、せめて3位以内には。思ってる、それ思ってるよ。めっちゃ思ってる、めっちゃ思ってる。じゃあ頑張るね。え、頑張ってほしい、本当に頑張る。これはワンチャンあるよ。ひなこさんもイベント詳細聞いてるはずだよねって。聞いてるよ、絶対。聞いてるのに。いや、確かに、そのか、まあ、聞いたっていうか、まあ、そうね。いや、あ、はい、聞きました。ね、聞きましたよ、けど。忘れました。ちょっと、まあ、降参っていうのもあって、ちょっと、受けようとはもう、はたから思ってなかったので。うん。見なかったんですよ。来てたのは知ってました。うん、来てたのは知ってたけど、うん、ちょっとまあ、ちょっと勉強のところあるじゃないですか、今の年ね。ね、受験生だから、ちょっと、なんていうんですか、ちょっと今回は普通に無理だな、なんていうの、私、今は無理だなって思って、見なかったです。はい。見なかったね。うん。無理だからね。そう。知らない。だからもうね、応援してます、今はみんなのこと。ね、優しい、うん、だからね、夢に向かって頑張ってほしい。何言ってるんだろう、夢に向かって頑張るわ、何言ってるの。夢に向かって頑張ってほしい、みんな。何それ。だってめっちゃ恥ずかしい。ちょっとやばすぎん、私。いや、ひなこ様って呼ばれてる。え、そう、私様。やばい。え、そう、なんか私ね、あれなんですよね、いい子なんですよ。自分で言ってて草。いい子だね、確かにいい子だよ、いい子。自分で言ってて草。
いや、そうなんですね。ただみんなにね、夢に向かって頑張ってほしいっていうくらいだから。そうなの。なんかもう、本当に。そう、なんかもう、くじけないでって感じ。で、そこで、諦めたら試合終了だよって。だから、くじけないで、頑張ってっていう。くじけないで頑張ろう。そう、っていう感じ。私の気持ちね。だから、よかった。くじけないで。うん、試合終了。そう、下を見ないでっていう。上で決めてね、頑張る。そう。やばすぎ。オーディション主催者って言われちゃった。実はっぽいわ。実はそうなのかもしれない。マジで？うん。頑張ってください。やばい。頑張ります。はい。頑張ってください。私がプロデュースしてあります。プロデューサー、プロデュースなのこれ。はい。頑張ってください。あります。アドバイスお願いしますってアドバイス。アドバイス？まあ、うん、そうですね。まあなんて言うんですか。まあちょっと。うん。まあアドバイスになるかわかんないんですけれども。まあ。口、ずっと口に出しておけば口が変えますからちょっと1位なれるかな、なれるかな、いやなれないかなっていうふうに言ってると、うん、ダメなんですよね。ダメ、うん、これは絶対なれる間違えました。私は絶対に1位になれるって、うん、確信しておけば、うん、なれると思うんですよ。なれますか？はい。だから口に出してください、一生。わかる。一日に5回は。わかった。じゃあ毎回言うね、配信で。うん。だから、うん。いつか、いつか。今回1位になっても、いつか。いつかなれる。来る時が来るんですよ。来る時が来る。いつか来るですよ。もう来る来る。もう、うん、いつか来る。うん。じゃあそれを信じて。うん。毎回言うわ。そう。口に出しておけばいつか叶うんです。そのドヤ顔やめて。叶うんです。叶うんですみんな。そう、これが私のアドバイスです。もはや教祖様って教祖様やばい、ちょっと待って教祖だったのか。私教祖らしい。うん、そっち側の人間だったのね。はい。やばすぎ。やばい。顔も性格もよく似てる姉妹みたいになって、えか。絶対似てないですよ、言っとくけど。絶対似てなくない？いや、性格真逆。真逆ですよ。ほんと。私、めっちゃ騒ぐからね。うん。評価もね、騒ぐときは騒ぐよ。けど、私みたいじゃない。なんか可愛い騒ぎ方してる。え、ひなこう高いよ。けどやばくない？なんか。まあね、ちょっとやばい。ちゃんといると、まあってなる。もうやばい。やばいよ。え、そうやばいのよ。うん。だからちょっと真逆なんですよ。私の性格。そう。真逆な私たち。あ、もう25分じゃん。本当よ。え、ランキング読もうかな、じゃあ。うん。よし。じゃあ読むね。うん。読みまーす。13位。アトアマークさん、ありがとうございまーす。ありがとうございます。12位。ゾンさん、ありがとうございまーす。ありがとうございます。11位。
蜂を見る人アットマーク 8DD さん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位カッチアットマーク京香ちゃん支援中さん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位香港の春馬アットマークイベント一緒に頑張りましょうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、香港のヘイデンアットマークひなこ神推しラブ大好き京香頑張ってさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位ヤスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位ニャークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位かなさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位エサヤリ8号アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位ノリノリおさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。イエーイ。なんか読む？読みます。はい。13位ありがとうございます。12位リンさんありがとうございます。ありがとうございます。11位おでんでてんさん、ありがとうございます。でんでてんさん。10位フェルナンドさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位マークアットマークズンちゃんズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位ムムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位ライオネルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位エスト&Hさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位サトレイダンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位クジラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位元気感とマークひなこしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位香港ヘルデンひなこ神推しラブ大好き頑張ってさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位はひらっぴアットマークひなこにメロメロさんでした、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。あれだって、少し欲しいって。苦情？うん。どうする？どんなポーズする？何がいいかな？苦情。なんやかんやいいやつ？難しい。なんやかんやいいやつ？ハート。ハート。オッケー、無理だ。オッケー、はい。もう29分。あ、本当だ。じゃあ30分になったら切るね。あ、30分になったら教えて、じゃあ。うん。で、うん。数えるわ、そしたら。オッケー。オッケー。あともう次は。9時ぐらいから？うん、9時半からする。だってみんな来てください、ぜひ。来たいです、また見てあげてください、ぜひお願いします。またいつかコラボ配信しよう。ね、しよう、ね、あとあれもやろうね、インスタライブ。あ、しよう、ね、確かに。インスタライブしよう、したい、うん、しよう。インスタライブ、あの曲と使いたい漫画のやつ、漫画みたいな。しい。あ、やばい、そろそろだ。オッケー。うん。あ、待って待って。でも、6。